ロブ・マコービ役はアメリカ合衆国入りのイシュー出身の元プロ野球選手。1996年にドラフト53巡目でピッツバーグパイレーツから指名を受けプロ入りした。6年目となる2001年5月19日にパイレーツでメジャーデビューを果たした。2001年は83試合に出場し打率2664本塁打。 二十一打点を記録した。二千二年は百三十六試合に出場。三百八十五打数で十六本塁打を放った。二千三年は出場機会が半減し、四本塁打に止まった。二千四年は十七本塁打、七十五打点、十三盗塁といずれも自己最高の成績を残した。二千五年は本塁打は大幅に減ったものの、打率を。 270代に上昇させた。2005年12月13日、ダマソ・マルテとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2006年は、出場機会が減ったものの、打率は、自己最高の、290を記録した。2007年7月31日、ジョン・リンクとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。移籍後は打率、196と低迷し、 11月1日に翌年の契約オプションを破棄されて FA となる。2007年12月13日、1年契約でワシントンナショナルズへ移籍した。前年に引き続いて成績が低迷し、2008年オフに FA となった。2008年がメジャーリーグで出場した最後の年となった。2009年1月23日に、 ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだが4月14日に放出された5月8日に独立リーグのニューアークベアーズと契約を結んだ6月4日クリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだインディアンス参加トリプル A 級のコロンバスクリッパーズでプレーしたが7月7日に放出されたその後はベアーズに戻り2009年シーズン終了まで 同球団でプレーした。同年以降はマイナーリーグでもプレーしていない。ありがとうございます。